週の動画の内容はアンケート結果で2位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。神戸市営地下鉄では案内上、西神山手線と海岸線の2つの路線が運行されています。西神山手線は正式には山手線、西神線、西神延伸線の3路線ですが、一体的に運行されているため実質一つの路線として案内されています。近年神戸市営地下鉄で話題となっているのが、直通先の北進急行電鉄を市営化し、谷上までの運賃を値下げする取り組みや、西神山手線と阪急神戸線で相互直通運転を行う計画があり、当チャンネルでも何度か取り上げてきました。これらは地下鉄の路線網がすでに完成したという前提で、さらに利用を促進するための取り組みだと言えます。しかし、実は神戸市営地下鉄の2路線を延伸する計画が存在していたことをご存知でしょうか。今回は神戸市営地下鉄の2路線延伸計画の概要と、計画が実質断念されている理由について見ていきます。新神戸と西神中央を結び、北進急行谷上駅へも直通している西神山手線には、西への延伸計画が存在していました。もともと西神山手線は、神戸市西側の山手で拡大していくニュータウンの開発に合わせて延伸してきた歴史を持ちます。例えば、1977年に開業した新長田明谷間は、須磨ニュータウンへのアクセス。1987年に開業した明谷西神中央間は、西神ニュータウンへのアクセスを目的に路線を伸ばしてきました。さらに拡大すると思われた神戸のニュータウン開発を見据え、地下鉄を西神中央からさらに西へ延伸する3つのルート案が検討されました。一つ目のルート案が、神戸市西区の玉津地区を経由し、JR 神戸線、山陽新幹線の西明石駅まで接続する計画です。二つ目は、西神中央から北進し、神戸電鉄青線、押し谷まで延伸する案。そして三つ目が、西区の神出町と岩岡町を経由し、神戸市を出て、加古郡稲美町、東播磨地域へ延伸する案です。これらの延伸案はバブル期に立案され、1989年に運輸政策審議会答申第10号に盛り込まれています。そのため神出町では未だに地下鉄誘致の看板が設置されているほか、岩岡町でも過去に同様の看板が設置されていたといいます。しかし2004年近畿地方交通審議会答申第8号では検討対象にはなったものの、最終的には盛り込まれませんでした。計画が実質断念された背景には、計画立案時に想定されていた神戸のニュータウン拡大が行われず、採算性や需要予測の面で実現が困難だと判断されたことがありました。現在の久本神戸市長も、西神山手線の延伸計画を時代遅れで非現実的であるという見方を示しています。次に、海岸線の方にもかつて延伸の話題がありました。海岸線は衰退を見せていた兵庫区長田区の臨海地域開発を促進するため、新たな需要を掘り起こす目的で建設され、2001年に開業したという経緯を持ちます。1989年の運輸政策審議会答申では、もともと海岸線は三宮を経由し、新神戸まで伸びる路線が計画されていました。また、神戸市中央区から灘区にまたがる震災復興地域、ハット神戸にも延伸する話がありました。しかし、海岸線の利用が需要予測の半分にも満たない数値を出しているという厳しい現状や、新神戸やハット神戸へのアクセスは、すでに他の路線が担っていることから、延伸の話題は全く進展を見せていません。神戸市は2019年に全国で最大の人口減少数を記録しており、新たなニュータウンの拡大は全く現実的ではありません。また
海岸線のような新たな需要を掘り起こすための地下鉄を通す取り組みも失敗しており、今後莫大な費用がかかる地下鉄の路線が延伸することは非現実的だと言えます。これからは既存の路線網を生かし、延伸ではなく運賃の見直しや相互直通運転、三宮の再開発を通じ神戸を活性化する方針で進んでいくと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。